今私が思うのは、暴力団ヤクザだけではなく、会社の規模も本当に地域に目指した小さい組織で小回りが効くっていう形になっているんで、おそらくヤクザ組織も地域密着型、広域化せずに地元の中で分かった人たちの中でやっていくっていう形に、少数精鋭、少し前だと少数精鋭って言い方はなんか言い訳のように、いやいやでかくなれねえから少数精鋭って言ってんでしょって思ってんだけど、本当に少数精鋭、その地区地域に根ざした、もともとヤクザってそうだから原点回帰じゃないけど、そういった形ね、そうなってくると別に本当に不思議なもので、例えば大阪に基盤があっても、本部があっても、北海道だ九州だ東北だっていうところにそれぞれいるっていうのもそりゃありかもしれないけど、やっぱり地元に5人10人そういう規模で活動していくっていう風の方じゃないとなかなかやれないのかな。言っても県内その近県だけっていうことになっていくんじゃないのかなっていう風に思ったりしますね。やっぱり地域に根ざしたっていう、そこでやっていけれる分が分相応で維持できる、それを無理やり拡大しようとしたって自分の地元で食えないのによそに出てって食えるわけがない。ただ他でやってる人たちが連帯を組んで一つの連合体みたいな形にちっちゃな組でもなるのはありだと思いますよ。もうそういう世の中かな。そうなってくるとあんまりトラブルを起こさないんで捕まる率も少ない。やっぱり知った中でやっていく中で力を蓄えていくっていう風じゃないと組織維持ができないのかな。